はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それでは天地創造、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、人魚の塔をクリアしまして、そこで7からね、エンゲージリングを預かりましたので、それを五大湖の祠にいたね、サーバスに返しに行きまして、でその祠の奥の方にね、まあ、ちょっと行ってみたんですけれども、まあなんかダンジョンっぽかったんでね、そのまま引き返してきまして、でその後で、まあいろんな町をね、発展させまして、でこのニアレイクにね、帰ってきたところで、まあ、終了したんですけれども、今回は、この祠の奥の方にね、また行ってみたいと思います。前回はまあこの辺をね、まあ、ちょっとうろうろして、まあ、帰ってきちゃったんですけれども、これは無敵？そんなわけないかまあ一応地図を確認してみますか。まあ、地図を見たところでね、あんまりわからないんですけれども、地下1階、2階、3階、4階、5階、結構広いですね。魚一応倒しますか。この滝は特に意味がないのかな。お、カエルがいる。これはなんかズーか、画面下に出されましたね。ズーで確か似たようなやついましたよね。お、宝箱。アークは空気の水草を手に入れた。これは何だろう。まあ、イベントアイテムっぽい。SE が出ましたが。これか。水の中に潜れるようになるものだぜ、と。あ、そうですか。水の中に潜れる。ということは、この滝とかは？ん？これは何だろう潜れませんね。ちゃんと潜れる場所があるのかな？こっちはいけないか。よ。これかな？あ、潜れますね。この泡が出てくるところは潜って行き来ができますと。なるほど。まあこういうのはね、ちょっと初めに把握しておかないと後々ね、大変なことになりそうなんで。これも潜る、あ、違う敵が出ましたね。で早くも体力が危ない。これは滝から落ちる感じかな。ここは泡は出てないか。あ、スライム？うわ、分裂。分裂。よいしょ。ちょっと回復した方がいいかな。不思議な球根使っておきましょう。まあ装備しておいて、あ、間違えたん？いっぱい敵がいるな。よ、これは開いてる時じゃないとダメかな。ここは一体どこなんだろう。これは落っこちない。あ、落っこちますね。これはどこだ。さっきの場所か。
あ、なるほどなるほど。飛んだ無駄足でしたね。で、またスライム地帯ですよね。これ前も確か話したと思うんですけれど、このメッセージが出るとダッシュがキャンセルになっちゃうのがきついんですよね。よっ、ん、失敗、わわわよいしょ。それで、こっちかな？ん？なんかメッセージ出ましたか？飛ばしちゃいましたね。なんだ？あの影は。助けて。誰か助けてよ。ん？今何か聞こえたような。あれは何だろう？なんか助けを求めてますが、滝っていうのは特に意味がないのかな。猛毒を受けている？猛毒、血清ですよね。猛毒、使う。ここで使うんですね。血清あといくつ？ 4 つか。いっぱい買っておいた方が良かったかな。いた。ん？痛い。危ない。宝箱がある。アークは魔法の怒りを手に入れた。魔法の怒り、これは何でしょうの前にちょっと回復しないと危ないですね。まあ球根全部使い切っちゃって、で奇跡も使っておきましょう。もう一個ぐらい使っておきますか。で、何でしたっけ？これか、魔法の怒り。急流でも流されなくなるみたいだぜ。あ、そうですか。これはちゃんと装備しておかないとダメな感じかな。ん？この草は？特に意味がない。こいつは？いて。ん？弾かれてるな。ん？倒せない？あ、ダメージ入るな。目が開いた時かな。よし。いて。いて。よっ。あ、ちょっと危ないですね。球根を使う。なんかあの敵の立ち位置がよくわからないな。あんまり近づきすぎてもダメージ食らいますし、離れても攻撃届かないですもんね。これは特に意味がないのかな。あ、ここは潜れる場所。よっ。ここは行き止まりか。あ、これが猛毒を打ってくるのか。血清あと4つ。もうちょい買っておくべきだったですよね。
ちょっと失敗したかな。またカエルがいる。よ。で。いった。本当にこのメッセージが流れると、ダッシュがキャンセルになるのは、ちょっと厳しいですね。で、このプライムブルーはどうやって取るんだろう。上から落っこってくる感じかな。行き止まり。あ、宝箱。アーススタッフ。まあ、これは名前的に武器でしょう。地の属性、大地の恵みを持つ棒だぜと。まあ、装備しましょう。あ、そのまま。で、ついでに回復もしないと危ないですね。球根あと、うわ、2つしかない。大丈夫かな？混乱か。とりあえず毒を直しましょう。あと3つ。よっ。いや、この組み合わせはきついな。ガードできるのかな。よっ、よし。よいしょ。ふう、これはこの石か。よいしょ、よし、正解。これはどこ？さっき武器を手に入れた場所かな？そしたら、あ、そっか、これで取れるのか。なるほど。で、あ、なるほど。これで足場ができたっぽいですね。危ない。よいしょ。よっ。慎重。よっ。まあ別に無理に倒さなくてもいいのかな。痛い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 。まあでも積極的に動いてくる敵じゃないから、間合いにさえ気をつけてればいいのかな。そっか、別にジャンプしなくてもいいのか。魚。よ、早くも体力があと半分。また帰るか。あの赤いのはちょっと食らいたくないですね。いかにも毒っぽい。お、レベルアップ。うん、体力12は嬉しいですね。喜んでる場合ではない。よいしょ。奇跡の球根、これがラストかな。この草は特に関係なし。あれ、ここはなんだ。何の場所だろう。あ、ここは行けるかな。
竜の鎧を手に入れた。防具これかな。雷に強い鱗でできた鎧だぜと。遊びしましょう。これで これであれかな、この魔法の何でしたっけ、鉄球違うな、魔法の怒りでしたっけ、あれがないと先に行けない感じだったのかな。よっ、あでもジャンプした方があんまり弾かれないのかな。よし、あまたいた、いた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 、ちょっと間合いがわかんないな横向きの方がわかりやすいか。あなんか迫ってるよっ、よいしょ、なかなか倒せない。ふう、ここは階段、あ、猛毒は嫌だです嫌だですってなんだろう、いっぱいいるな。よいしょ、猛毒は嫌なので先に倒して、あこれ悪が止まってれば動かない感じかな。なんか動き回ると襲ってきますよね。よし、こっちかな。あびっくりしたで分裂してダッシュがキャンセルになると。よっ、ふう、ここはここは別に水は急ではないのかな。ここはとりあえず敵はいなさそうですよね。あれ？ここはどこ？どうなってるんだこれは。自分の場所か全然わかんないですね。あの階段から来たのか。そしたら、あれ？行き止まりかな？行き止まりですね。こっから来たんですよね。なんか脇に入れる場所とか見落としたのかな？あ、滝がありますね。こっから落ちる感じかな？あ、ボス戦っぽい。ゴッシーは人、ん？読めなかった。ちょっと早めに回復しておきましょう。9コン。残り9個か。装備する。あ、こっちの方がいいのかな。まあ、いっか。行って、行って。
炎を避けつつ人手を倒す感じかな。あって回復しておきましょう。危ない。100を切ったら危ないですね。危ない。全然上の竜にダメージが入らないというか、あれはでも遠いですもんね。泳いでいくのかな。装備する。あ、違うか。一応神秘を装備。あ、でもなんか攻撃が多少優しくなったから。これは磁気狙いか。吸いついた。あの人手をとりあえずやっつけないとダメっぽいかな。よし。あ、まだいますね。人手を誘導しておいて、で倒す感じか。こんな感じかな。ゴッシーはアークを見つめ何かを訴えようとしている。アークは角のメダルを手に入れた。あ、このゴッシーっていうのは別に敵ではないのか。うーん、ゴッシーの言葉はわからないけど、これはどうやら旅の手助けをしてくれるという意味だよな。あれ、俺をどこかへ運んでくれようとしているみたいだな。あ、そっか、五太鼓だからゴッシーか。今更気がついた。この人はどちらさん。ああ、人だ。助かった。誰だかわからないけどありがとう。僕の名前はウィル。あ、ウィル。子供の時から空を飛ぶことを夢見て研究を続けてきた。そしてついに完成したんだ、飛行機っていう夢の機械が。ほう。でも試験飛行で飛んだらこの五太鼓に落っこっちゃって、変な人手みたいな魔物に襲われちゃった。その時巨大な竜が現れてさ、僕の身代わりになってくれたんだよ。ああ、なるほど、そういうことだったんですね。湖の神様っていうのは本当にいたんだな。とにかく君にはお礼もしたいし、僕の家においでよ。いいものを見せてあげるからさ。そうか、君はペルルの友達だったのか。命は助かったけど飛行機の研究は頭打ちだよ。もう材料がないんだ。ユンコーの論商会ってところが金属の買い占めを始めて部品が手に入らなくなったんだ。ユンコーの論商会。ユンコーっていうのは場所かな。最後の材料をかき集めて作った飛行機があれだったんだよ。ああ。金属の値段が下がるまでは何もできないよ。残念だけどね。なるほど。あたい、ここに残って、ウィル兄ちゃんのお手伝いをするの。ペルル兄ちゃんに会ったら伝えておいて。あ、そういえば、スケボーのペルルは、どこ行っちゃったんでしょうかね。この女の子ってなんか、
探しに行くなんて言ってましたよね。ここはどこだ？ケインズ。人々と街が変わるのは何かきっかけが必要と言えるので R 丸 10%。 ここはどこ？あ、ニアレイク。セリフは特に変わんないのかな。ふふふ、おじいさんたらかわいいばあちゃんですね。うん、猛毒やばかったですね。なるほど、このことを言ってたのか。水は神にも悪魔にもなるだと。なんか湖の神様のことも誰か話してましたよね。そうだ、サーバス、フリーダムへと出ていっちまった。ここにいれば平凡だけれど幸せの一生が送れるのになぁと。サーバスはナナに会いに行ったんでしょうけど。男の人魚ってマーマンですよね会えたのかな。ニアレイクはお店はありませんでしたっけ。結成をちょっとね買っときたいんですけれども。あ、もしか、うん、でもこれは7ではないか。7のことではないですよねきっとね。私にはもういい人がいるの。ベルのやつにそう言っておいてちょうだいと。うがーま、浮気症の人なのかな。そうでもないのかな。ベルが一方的に思いを寄せていた可能性もありますからね。で、これハンバーガーは、ハンバーガーというかバーガー、これはもらえないんですかね。確かここの宿屋さんはただ。あれ？眠れないな。ただではないか。じゃあ一回泊まりましょう。ちゃんと話さないとダメか。あれ？ただの宿屋ってどっかにありましたよね。まあ実はこの天地創造、まあ、プレイというか、まあ、今回の撮影は前回から2週間ぐらいねちょっと間が空いちゃってるんで多少忘れている部分もありますが、これが飛行機のことだったのかな。あ、そうそう、この人湖ででっけえ生き物を見たとか言ってたしねと。誰かユンコのことを知ってる人はいないみたいですね。これはまあ自力で探しなさいってことかな。そしたら一回フリーダム帰りましょう。お店はここか。ちょっと球根関係をいっぱい買っときましょう。球。奇跡も球。神秘は3つ買えますね。あ、持てない。2つまでか。あとは結成。このくらい。聖水って何でしたっけ。死の宣告か。まあ1個買っておきましょう。ちょっと1000円は残しておきたいな。ん？
ここはなんだ？あ、武器屋さん。武器屋さんなんて来ましたっけ？まあでも特に買うものはないかな。武器いっぱいありますもんね。さっきなんかいい武器も手に入れましたし。あ、防具屋さんだ。うん、まあ、ここも特に買うものはないかな。前にこのフリーダムに来た時こんなお店寄りましたっけ。闇取引。あ、キングバードかな。こんなでかい鳥な、買い手がつかなくて困ってんだよ。兄ちゃん買わねえか。ローストチキンにしたら食い応えがあると思うぜ。5000ジェムにしとくぜ。まあお金ないですけど買う。金は払う。その代わりこいつを自由にしてやってくれよ。とか言いつつあんた金持ってないんだろ。はい。これお金払ったら解放できるのかな。あ、買える。特に調べても意味がないと。5000円か。どっか実況外で貯めた方がいいかな。ユンコ？ユンコのこと知ってる人います？歩きでもいいだろ。なんだ、見逃してくれよ。この人は、あ、そうそう、ストマック。うん、あんまり変わんないかな。この辺でしたっけ、あのペルルの家って。キッズガーデン。アニタはね、ウィルに会いに行くって言ってたよ。ウィルは、あ、ニアレイクの村で空飛ぶ機械の研究をしてるんだよと。うん、無事に会えましたね。よく、あのウィルのところにいたのがアニタか。ペルルはいませんね。そしてユンコのことを知ってる人もいなさそう。君の協力のおかげだよ。でも僕はまだこれからやらなきゃいけないことがある。この電気の光をみんなの元に届けられるようまだまだ研究しないとねーと。この辺は確か前回やったんですよね。でベル、うん、まあよかったよかった。まあ、恋人には振られちゃいましたが、まあよかったのかな。これは何屋さん？あ、9時か。9時はいいです。なんかユンコのことを知ってる人がいなさそうなんで、まあ自力で探しますか。じゃあ今回は、ここでセーブをして終了したいと思います。うん、 OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。